婚約者のマミが突然消えた。お見合いしてたんですか？インスタやってるんですか？知らない。善良だと信じていた彼女の過去と嘘。今の日本の婚活は傲慢と善良。自分の価値観に重きを置きすぎで皆さん傲慢です。リアルな価値観を描く大ベストセラー映画化。ちゃんと愛してよ。たどり着く人生の選択とは。傲慢と善良。